ルトワック氏にも、はい、寄稿をいただきました、はい、今回のプーチンの侵攻は理解しがたい、彼自身の劣化とも言えると、まあ、こう言ってますけどね、はい、まあ、実際戦場にいる男ですからね、ルトワックは実際男ですからね、はい、今回ロシア軍はさまざまな形で奇妙なことを行っているのだが、そこにはある一つの共通点がある。それはプーチンが諜報機関の上げてくる情報を全て無視しているという点だと。第一にプーチンは戦争が始まったらゼレンスキーはキエフからすぐに退散するはずだと主張していたと、アメリカのバイデン大統領も開戦前ゼレンスキー大統領との電話会談でいざとなったら国外逃亡を支援すると発言していた。プーチンがですね、ウクライナ政府が崩壊し軍に規律は存在しないため戦わないはずだと、このような主張はロシア対外情報庁の分析とは完全に相容れない。 SVR クレムリンにあるがプーチンにとっては潜在的に危険な存在だと。ロシアのだから諜報機関の人間たちはプーチンに戦争をさせないよう何とか止めていたと私は確認していると。ところがそれをものともせずプーチンは戦争を決断した、うん、プーチン自身は戦争をやめられない、ロシアにこれだけの損害を与えても決してやめないだろう、歴史的な前例から見ても実に暗い予測しかできないことを正直に申し上げておく。独裁者というのは国を破壊してもそれを途中でやめることができない。宮殿やクレムリンにいる人々によってやめることはできず、彼らが国を救うことはほとんどない。これは歴史の事実である。もしこの戦争が終わるとすれば、それはプーチンが権力の座から引きずり下ろされる場合だけだ。実に残念なことだが、私は今回の戦争を終わらせるシナリオはこれしかないと考えているって言うんでね、うん。プーチンを止められる人間はクレムリン内のシロビキ、連邦保安庁などの治安国安国防機関出身者と呼ばれる人間たちだけだと。中国のことも言ってますけど、はい、ロシアのウクライナ侵攻が中国に与えている教訓は中国の台湾侵攻がいかに難しいかということだと、うん、いざ軍事力を使ったら世界から大変な反発が起きると。習近平らはプーチンの例を見て自分たちも同じような制裁を受けたらどうなるかを想像してゾッとしていることだろうと。しかしだからこそより巧みな手に打って出る危険性もあると、警戒を行ってはならないと、まあ、あの中国の方がエネルギーもないし、そうそう食料も食料もないですからね、はい、輸入しなきゃいけませんからね、はい、国境封鎖されたり、うん、通商を止められると、うん、一気に干上がりますから ね、 そうですね、はい、やっぱりこういう時はそのルートワークさんに聞きたくなるよな。数々の革命の場所にいましたからね、もう本当に、はい、あの実際に視線くぐってきてるからね。そうです、はい、プラハの春の時もチェコに、そうなんだ、チェコのプラハにいたという、そうなんだよな、その時に。これ1942年生まれて俺と同じなんだよね大変な経験してるよね、この人は。腕っぷしのデカさがちょっと違いますね。いや違ううちはまあ奥山さんのおかげで、はい、何かっていうと、はい、あの話を聞かせてもらってますけどね、非常に、はい。